大阪府道1号線を走行中です。前に大阪府道2号大阪中央環状線を完全走破したので、今度は1号線をと思ったのですが、北の方は茨城の山の方まで行ってて、おまけに枝分かれで1号線が何本もあって、どれが本線かわからないし、全部走るのも大変そうなので諦めました。だけどせっかくなので、その大阪府道1号線の中でとっても分かりやすい万博外周道路を一周したいと思います。今大阪府道1号線を万博外周道路へ向かっています。上は大阪モノレールです。前の方モノレール走ってますね。右手は阪大病院です。でかいですね。立派です。すごいけど、できればお世話になりたくない場所ですよね。さて、ここを左折していよいよ万博外周道路です。万博外周道路は一通です。時計回りにしか回れません。右手の森の中は万博記念公園内の日本庭園だと思います。駐車場の看板が上がっています。東駐車場、南駐車場、日本庭園前駐車場の3つです。これ以外にも中央駐車場、西駐車場、そしてララポートエキスポシティの駐車場もあります。合わせるととんでもない量なので、全てが満車になることはまずないと思います。左手、公園東口駅です。この奥には万博記念競技場があります。ここへは陸上をやってた娘の応援で何度も来ました。大阪の陸上の聖地はこの万博と長井です。大阪府の大きな大会はだいたいこの2カ所です。中国自動車道と大阪中央環状線の上を渡ります。そして右手に見えるのがララポートエキスポシティです。大観覧車も見えます。ここはもともとエキスポランドっていう遊園地で、昔はそれこそ何度も来たことがありますが、大変残念な事故の後に閉園となりました。そして正面に見えるのがパナソニックスタジアム吹田です。サッカー J リーグガンバ大阪のホームですよね。このパナソニックスタジアム吹田の最寄りの駐車場がこの左、南駐車場ですね。この万博外周道路は左側の車線見えますかね。広い歩行者専用と自転車専用のレーンがあります。15キロほどで東京の皇居一周と同じぐらいです。ほぼフラットで人気のジョギングコースらしいです。右手はホテル阪急エキスポパークですが、閉まってしまいました。泊まったことはありませんが、バイキングがあって食事だけには来たことがあります。
跡地にはアリーナができるっていう話もありましたが、どうなるんでしょうか。あれ、ここ住宅展示場だった気がします。ここも閉まったんですかね。そしてこの先右側へ入ると中央駐車場です。ここですね。そしてモノレールをくぐってもう一度中国自動車道と大阪中央環状線を渡ります。左手、温泉があるんですね。お湯場って書いてあります。知りませんでした。昔はドライブシアターがあったような気がします。ドライブシアター知ってます？車に乗ったまま大きなスクリーンで映画を見て、音声は FM ラジオで聞くやつ。懐かしいですね。どれくらい前の話なんでしょうかね。そして左側、西駐車場です。見えませんが、この駐車場の奥には大量のテニスコートが並んでて、その万博テニスガーデンの最寄り駐車場です。そしてこの左、大阪大学吹田キャンパスです。豊中キャンパスもでかいですが、こっちもでかいですね。こっちの方が大きいんですかね。そしてこの先の信号で一周です。一周約5キロ、所要時間6、7分です。ということで思いのほか早かったので、サムネになる写真を撮って帰りたいと思います。どうせ撮るなら万博記念公園らしい写真にしたいと思います。ということで日本庭園前駐車場に入ります。バイクは目いっぱい右に寄らないとループコイルが反応しないパターンですね。事前に料金調べておきました。二輪車は1日210円です。リーズナブルです。ありがたいですね。なんでこの駐車場にしたかというと、これです。太陽の塔に一番近い駐車場だからです。しかもラッキーです。ガラガラです。あんまり近いとフェンスがあってダメですね。ちょっと離れます。車が多い時は貧縮ですね。今日はガラガラですし、ちょっとだけ許してください。本当はね、正面からがいいんですが、この距離感で正面から撮れる場所ないんですよね。ただ岡本先生の作品なんで、ワンチャンこっちが正面ってこともないですかね。ということで太陽の塔とのツーショット、いやいや大観覧車も入れたスリーショットコンプリートです。これでサムネも OK です。駐車するときはちゃんと二輪車専用エリアがあるので、いくらガラガラでもこっちに止めてくださいね。日本庭園を見て帰ろうと思ったんですが、ただいま気温がぐんぐん上昇中です。汗だくになりそうなのでやめておきます。最高気温になる前に帰ります。帰りちょっといいことがありました。精算機に駐車券を入れるとなんと0円でした。
多分10分15分は無料なんですね。しっかり目的果たせたのになんか申し訳ないです。ありがとうございます。ということで、万博外周道路でのバイクと散歩でした。万博といえば2025大阪・関西万博、もうすぐですね。いろいろ報道されてますが、私は楽しみです。私もまあまあ年いってますが、1970年の万博は知りません。今度の万博はぜひ行ってみたいですし、成功してほしいです。そして真夏の動画撮影ですが、今回の動画、短時間で1本撮ってしまおうという意図が透けて見えてそうですが、そんなことはありません。いつも全力投球です。ただこの夏場、動画撮影が追いつかない予感がプンプンします。もし万が一縦違いの動画が上がっていたとしても、何卒ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは次回まで、ご安全に。